はい、慎吾くんの新プロジェクト土壌ですね。土壌ですね。土壌プロジェクト。いやーすごい、あ、結構こっちがある程度先に取って、ハゼとかっていう魚もいるんですけど、はい、うん、これが南ポロ町にいるってことですよね。そうですね。いやこれちょっとあの水質、結構自分魚が好きなので、うん、あの南ポロ町にどんな、そうですね、生き物が生息してるかもちょっと調査したいのでよろしくお願いします。はい、お願いします。なんか前回すげえエビ入ってきたんですよね。エビが、確かにエビがいっぱいいる。あれですね、慎吾くん今後エビの養殖もやりたいっていう野望がこのちっちゃいじゃん、まあまあ、うちまあ大きいやつですね、はい、どっかでね、あれいいっすね。行ってみますか。はい、では土壌を取りに行ってみます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、いやほんと慎吾くんで言うと楽しいよね。もうどんどんいろいろ動くもんね土壌はね、もうなんか、うんうん、僕一人で今やってますけど、うんうんうん、これ今後カニも行くんですよ一応。カニもやるんすか。はい、カニカゴの、あの、え、いるんですかカニが、この用水路に。カニはあの千歳川とか夕張川とかにも、はい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 、いますね。どうなってるかを、もう早朝かちょっと夕方ぐらいに、うんうんうん、太陽のない日にここにごっこ立ってるじゃないですか。はい、あ、これがあれなんですね。で運命の瞬間でございますねこれどうなってんの。あ、至ってシンプルに、そうですね、汚れいっちゃうとして本当はね、餌と、あ、これ入ってますね。あ、いた、土壌いたすげー、しかも結構でけえ、でかいですね。あ、エビも土壌もいますね。うんうんうん、ただ本当シンプルな、ここ仕掛けは何も入れてないんですよ。うん、ただ迷子になって入ってくる感じなんですか。そうですそうです。なんか豆腐とかね、入れればいいらしいですけど。うわ、でかい。やばい、面白い。っていうかやっぱ魚好きっすね、俺。やっぱこれ見るのでもテンション上がっちゃう。これはなんか元々の在来の淡水魚なんで、はいはいはい、まあこいつは返すんですよ、いつも。これが糸魚って言うんですか。東洋だか富洋、あ、トゲウオ科の、トゲウオ科のなんとかって魚らしいですね。はい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 。いや、こうやって土壌の網仕掛けてからなんですけど、こんな魚いることに知って今年。はい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 。てか普通にこの川にいるんですね。びっくり。そうなんですよ。意外とびっくりしますよね。いや、びっくりしますよ。思いますよ。このサイズ的にはもうこれが生育でマックスなんですか。結構その一番太いやついるじゃないですか。はいはい、これが結構マックスぐらい。ほうほうほう、うんうんうん。あ、2個目の仕掛けにもいますね。いますね。デカ土壌たちテンション上がりますね。これはハゼですか。あー、ハゼもいるんだ。でかい。いやー、この手法っていうのはなんか勉強したんですか、はい、これ。いや、これ元のじいちゃん持ってたんですよ。この網。じゃあとりあえず入れてみようみたいな感じで。はい、でもこれで取ってるっていうのは知ってたんで。いや、大量っすね。大量ですね。ハゼでかっ。あ、なんだろう、なんか虫は何ですかあれ。なんて言うしたっけ。あ、あれはなんだが、なんだっけ、なんだっけ。あ、出てこない。なんだっけ、ガムシじゃなくて、タガメタガメのちびっこバージョン。いやー、めっちゃ大量だ。ハゼでかっ。てかハゼもいるんだ。う
うんうん、ハゼは唐揚げにすると美味しいみたいな。あ、食べれるんですか、ハゼも。食べれる。あの坂本さんに聞いたんですよ。だからハゼも一応残して、うんうんうん、エビも唐揚げに、エビもあの結構子供らと一緒に食べるんで。あ、面白いですよね、 これね、うん、でこんな魚いたんだっていう、本当にトゲね、あれトゲウオ、なんかここにトゲイチョちょっとあるんです、背中、背中、あの水に入ったやつはちょっとわかんないですけど、はいはいはい、トゲウオかの糸魚とかトミヨ、うん、エアポンプを入れてやっぱあれですか、魚元気に、あ、元気になりますね、あ、やっぱそうですか、はいはい、エビとかも普通死んじゃうんですよ、ですけどエアー入れたら全然違いましたね。なるほど、はい、あ、なるほどと思って、それで水抜きやったら泥抜きしてちゃんと食べれば美味しいな、うん、もう一箇所あるんですよ、へぇ、田んぼに土壌を放つっていうなんかプロジェクト、あら、そんなプロジェクトまで、これもあって結構土壌は結構いるとか昔から言われてます、いや本当にもう少年の心を持ってこういうのをできるってかっこいいっす。そうなんですかね。でも本当子供の頃だったら絶対楽しいだろうな。絶対楽しいっすよ。もう俺もう 見てるだけでワクワクするもん。逆に小学校の子供たちとかこういうことやったことないっすよ ね、 そうですね、きっと魚ばっかりだ。どこがいいのかなって、今調査中。調査中。めっちゃ魚取るじゃん。これ仕分けがまたね、こうなると。昔の人に聞くとなんかやっぱそういうのを教えてくれますよね。うんうんうん、これなんか船っぽいですね。船、すごい。かわいい。稚魚。用水路に魚めっちゃいるじゃないですか。めっちゃいますね。ねえ。ここじゃないですけど、でっかい排水で。うんうんうん。釣りしてる人もいますからね、農家の人。へぇー、ナマズとか、フナとか釣ったりとか。ナマズは結構ね、楽しいって聞くんですけどね、はい、あの引きが強くて。あ、そうなんですか。まだチャレンジしたことはなくて、ですね、南ポロの生き物調査取材ということで、ちょっといろいろ三重湖とか、あ、はい、はい、他の川とか、まあね、南ポロに流れる川をチャレンジしてみようと思うんですけど、はい、でした。今日は、いや、今日収穫3つの罠で大量です。これでまた上地県に土壌が増えました。増えましたね。やりました、やりました。こちらをね、取った土壌たちがまた増えていきます。仲間入りですね。仲間入りしますね。これはちなみにどのぐらいまで貯める予定なんですか。じゃあちょっとさすがにこれ密集度が高くなってくると、うんうんうん、酸欠なるかな。少し大きめのこう樽に入れ替えたりとか、うん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 、それこそさっき言ったあのイタリアレストランもう出荷というか、そのそう、どのタイミングで早期者が行くタイミングでなんか持っていこうかなっていう話で、まあ、少しこう、まあ、試食というか試作というか、はいはい、何匹か持ってるかなって思ってたんですけど、うん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 、わ、でかハゼでかいっすね、取ったやつ。うん、でかい。ハゼは食べるんですよね。食べます。エビも食べます。いつ頃なんですか。いつ頃食べようかな。いや、泥抜きしっかりした方がいいと思って、うんうんうん、あ、そうか、このこれがちょっと濁ってるのが泥抜きしてるっていうことですよね。で、まあ、毎日ちょっと水を変えて、はいはいはい、水温か冷たいので、うんうんうん、弱っちゃうって言いますよね。はい、